皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の、有瀬キャンパスです。たったね、今まで学生のみんなと一緒にここで授業を行っておりました。実業ね中心に、理論をお話しして、で今日はちょっとね、学生のみんなからですね、リクエストがあったダイエットのことについてなんですけども、まあ、よくありがちなダイエットのね、お話じゃなくね、まあというようなね、お話をしたいなと思ってみんなにね、話してたんですけども、それのちょっと一部ねシェアしていきたいと思います。皆さん、肥満になると、糖尿病になりやすい、リスクが高まるんですけども、で糖尿病になるとどうなるかというと、血液がドロドロしてしまう。で血液がドロドロしてしまうと血管を詰まらせたり、脳のね、の方にも、影響が出てくるわけですよね。で糖尿病というのはどうなのかというと、通常でしたら、食べたものがですね、ブドウ糖というふうに分解されていくんですけれども、その時にインスリンというホルモンが正常に働いてコントロールしてくれるんですね。でもそのインスリンがうまく働かないのが糖尿病なわけですよね。で日本っていうのは糖尿病とかですね、またがんとかも多いんですけれども、糖尿病になるね、理由っていうのはいろいろあると思うんですが、やっぱりね、運動不足っていうのはそうなんですよね。そしてその肥満イコール糖尿病とは限らないので、肥満だからこそ、糖尿病に絶対なるっていうんじゃないんですよ。肥満であっても糖尿病じゃない場合もあるんですよね。でも、ちょっとねリスクが高まっていくっていうことなんですよね。でよくですね、太る太らないってことで遺伝も関係あるんじゃないかというふうにね、言われたりもしていますが、どういうことかというとですね、ライフスタイルね、食生活が同じだと同じような感じでライフスタイルを送っていると、当然ね、両親が太っていて、その太るような、ライフスタイルを送っていて、それが子供にもね同じような生活をしてたならば、やはり、遺伝じゃないんだけどもそうなりやすいんですよね。で最近の、報告の中ではちょっとやっぱり遺伝という部分もあってですね、でこれが面白いことなんですけれども、妊娠初期の時に妊婦さんがあまり栄養をとっていなかったら、生まれてくる赤ちゃんは、太りやすいね、そういう遺伝子を持って生まれてくるみたいなんですね。これはどういうことかというとですね、ちょっと難しいんですけれども、私流にね分かりやすく伝えたいと思いますので、妊娠初期に栄養が足りなかったら、お腹にいる胎児はですね、脳が成長していく過程において飢餓状態に耐えれるような、そういうふうに、ですから足りないものを補うような感じで生まれてくるんですよ。でということで、ですからですね、生まれた時に遺伝子レベルで、脳の成長過程の遺伝子レベルでそういった風に生まれるんですけども、でもね諦めないでください。ライフスタイルによって変わるということです。そしてこのことを、で私が皆さんに伝えたいのはですね、よく世の中にはいろんなダイエット方法があるんですよね。それでですね、まず皆さんありがちなのが、じゃあ食べない方がいいだろうということで食事を極端に減らすダイエットをすると、大体の方はですね、もちろん最初は体重計の重さは減ります。でも外観的にはですね、筋肉でプロポーションを作っているので、体重は減ったとしてもあまりプロポーションが変わってないという場合もありますね。場合もありますとか、最初そうなんですよね。で、でもですね、最初は体重減るんですけども、逆にボーンとリバウンドして逆に前よりは太るっていうケースもあるんですよね。これはどういうことかというとですね、食べ物を取らないと、その飢餓状態に耐えれるような体になっちゃうんですよ。ということは逆に言うと、血がもっと手取ればいい言い方をすると、より太りやすい体になるということなんですよ。食べるということ自体も代謝が上がるんですけども、食べないということはですね、代謝が低くなってくるんですよね。なのでこれが注意点なんですよね。じゃあね、食事はどんな食事をとったらいいのということでですね、血糖値を、コントロールする糖尿病においての、注意点みたいな動画をですね、ちょっとだいぶ前に送りましたので、またそれも参考にして見ていただきたいんですけれども、皆さんよくありがちなね、糖分をたくさんとってしまうような食事をするとポーンと血糖値が上がってしまうんですよね。でなのでですね、食事においての注意点としてはですね、
いきなりねポーンと血糖値が上がるような食事をしない方が、インスリンがうまくね働きやすくなるってことが考えられます。ということはですね、食べる時の、順番っていうのも結構大事で、おすすめなのはですね、野菜、タンパク質、炭水化物っていう順番に食べた方がいいんですね。主食である炭水化物を最初にポンと食べちゃうとですね、ポンと一気に血糖値が上がりやすいので、なので後の方に持ってった方がいいんですよね。そして野菜っていうのは繊維質がありますので、この繊維質において繊維質で、消化しにくいですね、肉とか魚で、肉っていうのはですねすごい栄養があるんですよ。肉を取らないと、取れない栄養成分っていうのがあるので、肉っていうのは大事ですから、ベジタリアンの方でですね肉とか魚とか食べなかったらちょっとやっぱりですね、あの体が、栄養不足になっちゃうんですよね。まあ、実際にベジタリアンの方でね、あの結構早死にの方も多いというデータもあったりもします。ちょっとこれ余談でした。それでその肉っていうのはいいあの栄養成分いっぱい含んでるんですけども、毒素も持ってたりするんですね。でもその野菜の繊維質に包まれて毒素をですね、まあ、こう体から排出してくれるというね作用もあるんですね。で繊維があることによってボーンとね血糖値があの乱高下するのを防いでくれるんですね。というふうに、まあ、そういった食べ方をちょっと工夫するだけでもいいんですよね。それとですね、昔の、 あの男の人っていうのはあんまり甘いものを食べてなかったみたいなんですけども、というのはですね、昔の男性っていうのは重労働ね、肉体を使った、まあ、仕事をしてたんですね。でも現代になってからはオフィスワークですよね。で男性も甘いものが欲しくなる。でこの甘いものなんですけどもね、皆さんも経験ないですか？お腹がそんなに空いてるわけじゃないのに、さっき食べたばかりなのになんだか甘いものが欲しい。この甘いものっていうのはですね、脳疲労を起こしている時に甘いものが欲しくなるんですよ。じゃあ脳疲労を起こしている時はどういうことかというとですね、やっぱりですねオフィスワークね、ずっと座っていると、ね、脳疲労を起こしやすいっていう感じなんですよね。で特にまた目が疲れてると頭偏頭痛とか起きやすいですよね。そういう時ってですね、やっぱり脳疲労が起きてるんですね。で脳疲労が起きてると肉体的に体が栄養を欲しがってるんじゃないんだけども、脳が、ね、緩めたいっていうね、緊張を緩めたいっていうのがこう甘いものが欲しいみたいなね、方に向かっちゃうんですね。で運動して、お腹がすくっていうのは、肉体っていうのはですね、このこうボディラインはですね、タンパク質でできているので、運動して、ね、お腹が空いたという場合はですね、どちらかというと甘いものというよりはですね、まあ、中には甘いもの欲しいという人もいるかもしれませんが、タンパク質欲しがっちゃうんですよ。しっかりこうね、食べた感があるものですよね。で、脳が疲労している場合は甘いもの欲しくなる、ね、さっき食べたばかりなのにってなっちゃうんですよね。なので、脳疲労を取ってあげるってことが大事なんですね。でちなみにですね、脳の栄養成分っていうのは脂肪なんです。だから脂肪も大事です。脂肪が足りないとこれもですね、脳が栄養を欲しがってきますってことなんですよね。でそこでですね、もしもじゃあ食事どういうふうに気をつけたらいいかということで、先ほどの食べる順番ということと、あとはですね、体っていうのはタンパク質が必要なので、タンパク質の不足も、ね、食べたい食べたいという欲求が出ます。で脳の栄養成分は脂肪なので、脂肪が足りないのも食べたい食べたいという欲求が出てきます、ね、ということで、タンパク質と脂肪をちゃんと取ってあげて、でせいぜい減らすんだったら炭水化物、ね、糖質をちょっと減らしたり、でもエネルギー源なんですよ。炭水化物のエネルギー源なので、絶対に全然取らないというのはやめてください。ね、夜、ね、寝るときはもう寝るだけなので、夜にちょっと炭水化物を減らしても、ね、OK じゃないかってことなんですね。はい、いろんなダイエット方法があるので、今日私が紹介したのは、一例で、まあ、割とちょっとね、健康的な、方法なんですけれども、すべてに当てはまるものではないので、まあね、よかったら参考にということで、お願いします。はい、で油なんですけどもね、いい油を取りましょう。酸化している油、ね、は体を汚しちゃうので、いい油を取りましょう。おすすめなのは、ココナッツオイルとかオリーブオイルとかね、そういう酸化しにくい油がおすすめですかね。でカロリーばっかり気にしちゃうと、脂肪を取るとですね、カロリーが高いんですけども、今はカロリーを気にする時代ではないです。食べ物の中身が大事ですね、ってことです。はい、ということで、で何よりもですね、だからですね、まずは体をね、運動するという習慣を、つけていただくのがまずね、
糖尿病予防、ねにおいて大事なのと、血糖値がボーンと上がる、上昇するのを抑えてくれる。そして脳疲労を回復するためにも運動がいいんですよ ね。運動して血行を良くしてあげて脳に酸素を送るってことが大事なんですよね。で、あの食後っていうのは眠たくなりますよね。眠たくなるというのは胃に消化、胃に血液が集まるからなんですけども、でこの食後っていうところで、食後にワーンとすぐ寝るんじゃなくて、ちょっと 1,2 分でもいいから体を動かした方が血糖値がポーンと上がってインスリンが不安定になるのを防いでくれるっていうふうに言われてます。これはですね、糖尿病学会もお勧めしてます。でちなみに糖尿病学会が勧めている、運動 の指標っていうのはですね、1週間に中強度の運動を150分以上やりましょうっていうふうに言われてます。中強度っていうのはですね、例えば歩くのが低強度だったら、わーっと速く走るのが高強度、その中間ですよ、ね、中強度の運動を1週間に150分以上、皆さんどうですか、足りてますか、ね、というふうに言われてたんですけども、ちょっとね、いや足りてないという方もですね、まあ、安心してください。1日に、例え数分でもいいからあのやりましょうっていうね、ふうにもまた別で、糖尿病学会があの後になってですね、まあ、ちょっと最近報告してくれてます。で食後のたった2分でもいいから、ちょっとね歩くだけでもいいから動くのがいいですよっていうふうに、言われているみたいです。はい、ということでですね、今日は食後にまずこれだけねやりましょうねということで、おすすめしたいね、動きをやってみませんかね。簡単な動きを紹介したいと思います。どこでもできるような運動として行っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとついでにですね、音楽をかけますので皆さん待ってください。アムロを変えてみます。足元があまり映らないかもしれませんがね。タッ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 タ、はい、肩を後ろに引きます。歩くんが歩いて右みたいな感じでいきましょう。はい、ウエストをひねります。これはトルソーウォーキングというんですけども、おすすめです。体が引き締まります。はい、そして肩を後ろに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 、はい、背中をみなみなしましょう。さあ、そして脳疲労が起きている方は片頭痛になっている可能性がありますので、タッピングします。はい、口を動かして、ここの顎の関節を動かしましょう。はい、タッピングします。はい、タッピングましょう。タッピングましょう。はい、手をふら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 、まあ2分ないがないぐらいかなと思うんですが、足を動かすっていうことと、足の筋肉は大きな筋肉なので、大きな筋肉を動かすことによって筋肉が栄養欲しがります。だからそうするとですね、血糖値がボンと上がるのを防いでくれる。で軽いジャンプね、軽いジャンプは
かかとの方からですね、体のこの血糖値をですね、急に上がるのをコントロールしてくれるような、そういうホルモンも出やすいというふうに言われてます。ジャンプがちょっと厳しい場合はですね、かかとトントンでもいいですから足裏から刺激しましょう。まだまだね、他にもいろんな運動があると思うんですが、ちょっとね、数分で 1,2 分で、まあ、これ今1分ぐらいでもできる運動ですけれども、紹介してみました。まず足を動かすってことですね。リフレッシュになります。脳の疲労回復にもなります。糖尿病予防にもなります。ということで、皆さん今日も最後までありがとうございました。まだまだ私の、ね、動画他にもいっぱいありますので、またご覧いただきたいなと思います。よかったら、皆さんね、ご覧ください。はい、そして、今日の動画よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もお願いします。ヒットネスリスタッツの小井でした。ありがとうございました。またね。